それでは伊豆山さんからテーマの発表お願いいたします、はい、企業献金を透明化せよ経団連が企業に献金を今年も呼びかけ、はい、経団連は十一日会員企業に政治献金を呼びかける方針を表明しましたまた献金先の判断材料となる政党の政策評価も公表し自民・公明の与党を内政・外交両面において強力に政策を推進し成果を上げたと最も高く評価しました さあニュースランキングの上位にも入っていましたそうですね、うんえー、この経済団体が何のためにこの献金をするのかというところですね。いうところですね。えー、で、えー、原会長は社会貢献だというふうにおっしゃってるわけですけれども、はい、本当にあの企業団体が社会貢献で政治家に金を配る というのはいいことなのかってなりますね。うんうん、実はですね、やっぱり経団連、えー、経済団体のこう影響力がどんどん落ちてましてですね。<ー>特に政治に対する影響ですね。えー、昔は、えー、やっぱり企業が、はい、の献金で、えー、政党が支えられてたというところあるんですが、うん、先ほど堀さんもおっしゃってましたけど、政党助成金というのはできてからですね、圧倒的に税金で、えー、まあ政治が回るようになってきたと。うん、やっぱりその業界と政治の距離がそのお金で結びついて近すぎる。これは問題だから、そうですね、国民一人。 あたりからまあ徴収してそれを政党の助成金金交付ししていきましょう,とう,うとで,、ねでえー、企業団体献金というのはこれはもうお別れするっていう話だったんだけども、はい、今も制度としてはやっぱこうやってあるわけです,ね,あますね。で、まあ、政党助成金で今自民党に入っているのが多分170億円ぐらい入ってるんだと思うんですけども、えー、え去年、えーまあ、あ自民党系の政治団体に 経団連経由で、えー、多分献金されたらは二十億円、二十二億円とかですね。それぐらいの金額なんですね。そうするともう圧倒的に政治、えー、あの、えー、税金から。 入ってくる金額が大きくなっているので、<え>政治がなかなかこう企業の方向かなくなっている、経団連の言うことをですね、うん、え政権が聞かなくなっているというのが実はあると、うん、なるほど、いうふうに思います。であの特に今の高木氏体制になる前はですね、非常に自民党との関係が冷え込みまして、レア、うん、の政治献金もやめてたものをわざわざ復活させてですね、協力を持ちたいというのが実は背景にあるんだと思うんですが。 やっぱりこうじゃあ個別の企業お金を出す個別の企業がですね本当にそのやっぱり当然やはりこう先生お願いしますねっていうのがやっぱりあるのかなそう,そうですね,ねであの上場企業の場合はですね当然株主もいて。はい 今コーポレートガバナンスといって基本的にそのき,ちときちっとした経営をしなきゃいけないとその時にお金を支出する時にですね、まあ、社会貢献だったらいいんですけども何か特定の目的を持たない。 お金を政治家に出すということが本当にそれで許されるのかとそそうです株主利益に鑑みると本当に必要なお金ですかと。ということになるわけですね。じゃあ一方逆にですねこれはもううちの売り上げに直結するお金として自民党に献金してますということになったらなったらですねこれはもう完全に官業政官業の癒着の象徴みたいになってしまうので非常に微妙なところをですね今やっていると。それでも 経団連が呼びかけるまあ一つはやっぱり経団連が自分たちの,この影響力政治的政策に対する影響力を持ちたいというのがあると思うんですが、うん、特にあの去年はあの減税法人税の減税というのを一生懸命主張してましたです,よ、ね、ですからあとは今あの安倍内閣は働き方改革というのを言ってますが、はい、働き方改革も、はい、例えば同一労働同一賃金とかですね、うんえー、例えば最低賃金の引き,引き上げとかですねっていうのは どちらかとといいうと企業に厳しいもの一見ねその法人税引き下げの話がクローズアップされて、はい、企業優遇じゃないかとは言っても、はい、結構あの珍しく大臣がこう喝するような口調で賃金上げなきゃ分かってるだろうなっていうようなこともあったりとか割とこうバチバチやってるやってるんですよねですからあのだん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 こう経営鍛錬の言う通りにですねあの霞が関の政策を作るってことも最近はなくなってきてるし。えー なんとかです、ね、自分たちのこう影響力を残したいというあがきのように僕は感じるんですが一方で,です、ね、やっぱ企業がさっきあのコンプレートガバナンスでどうやって、えー、ななんでこのお金を出しているのかというのが大事だと言いましたけれどりちゃんときちっと透明化して、えー、有価証券報告書に例えば、ま、たうちの会社はこの人のパーティー券を買ってますとかこの人のおこの政党に、えー、寄付をしてますというのを、うん、ときちっと明示する。 そうすると正々堂々とです、ね、いやその事業のためにやってるんではなくて社会貢献ですというふうに言って皆さんが納得すると思うんですが今の受け取った側の開示義務はあるんですけど、はい、送った出した側はパーティー券を買ったのも全部名前は出ませんし見えなくなくってるんですねこれ有権者にとってはまあ一つの判断材料にもいいろろなってくるわけですよね完全にやめてしまうというのも一つあると思うんですけども、えー、まあやっぱり企業の献金というのが、まあ、それなりに金額はあるわけですから。はい それがい,やいわゆる政策を左右してないと、うん、政治的な裏の癒着でお金がいっているわけではないということが分かるためには情報開示をするというのが1る一つのやり方じゃないかなと僕は思います、ね、これツイッターで、ね、小山さんから二重取りを解消してとていうのは来てるんですけどそれさっき言った、はい、まあ税金としても徴収してこれも認めるというのは。 ちょっと嫌だな、うんまあ、国民としてはそうですよね。との税金あのとして政党にお金払っているわけですからね河、ええ、さんいかかがですかあの企業の利益のためというか、まあ、自分たちの優遇してもらうための献金というならば、ええ、あの短期的なことよりももっと長期的な、ね、利益で見ていただくといいなと思って、うんはい、例えば、ええ、日本の技術って太陽光発電とかあのドイツとか欧米とかよりも早く技術は進んだのに、はい、国のバックアップがなかったので、ええ、追い越されていった。 でありますよね。あのトヨタとスズキの提携とかもありますけども。はい、そういった技術をひろ長い意味でバックアップするようなための政治献金だったら。大歓迎かなと思いますけど,もね,なるほどね。ベンジャミンさん、いかがですか。いや、まあ、昔日本ではね、本当にあのひどい状況だったんで、企業に優先すぎた。政策がやっぱり献金絡みであったんですけれども。 今逆に行き過ぎてやっぱり企業もやりやすい環境全般としてこうお金出してもいいけれども要するに個別の案件でこう。 こう,う,う、ね、見えないところで誰かだけが儲かるみたいなのはもう絶対よろしくありません、ねねねね、社会インフラとして何か全体で盛り上がっていく、ね、<う>昔あった例えば,ばいいこ,ここで工場を建てたいそれで国の不動産を安く買って、はい、で政治家にバックマージンという事例がいろいろあったんですけれども一番ダメなもそういうのはいけないけれども逆にやっぱり企業にとってやりやすい環境を政府に作ってもらうのも必要だからやっぱりバランスの問題ですね。うんうん、なるほどね、えーまあ、結構政治やって なんで自分に甘すぎる人が権力の中枢にいるんだろう、ね、政治家じゃない政治家になってほしいそういうような声でしょうかありがとうございます。